はい、どうもゆうじでーす。今日はこちら、石川由美ツイッター復活というお話。 です先日からニュースなどで話題になっておるんですけれども映画監督の榊英雄氏による複数名の女性に対しての性暴力が問題視されているというようなお話になるんですがその被害者といわれている複数名の女性の中に今回石川由美さんが含まれているというお話になります。ちなみににこれらののの件に関して党の本人の 秀吉はどのよううに言っていいるかということなんですがこのように発言しておりますこの度は映画「蜜月」の公開が控えているこのタイミングで私の過去の個人的なことが記事になり映画を作るために東本清掃をしてくださったプロデューサー陣やスタッフキャストの皆様および関係者の皆様そして何よりこの映画の公開を楽しみに待っていてくださる観客の皆様に ただいなるご迷惑とご心配不快な思いをさせてしまったことを心よりお詫び申し上げますえそしてかけがえのない大切な家族を傷つけ悲しませてしまったことを本当に申し訳なく思っておりますまた今回の記事上で 事実の是非に関わらず、過中の人とされてしまった相手の方々にも大変申し訳なく思っております。記事の内容につきましては事実であることと事実でないことが含まれて書かれておりますが、過去のことをなかったことにできません。それをしっかり肝に銘じ、これからの先へ猛省し悔い改めることを誓い人を、 日々大事に生きていきたいと思っております最後に関係者の皆様に深くお詫びするとともに今後の対応に関しまして専門家と話し合い の上進めていいきたいと思っております、まあ、という感じで家族がありながら、まあ、他の女性と性的な関係になってしまう、まあ、不倫をやらかしてたっていうことなわけですねまずは、まあ、これについてはね社会的に許されるべき行為ではないというふうに私も認識しておるんですがさらにですねこの被害女性たちが訴えているのは立場を利用して無理やり性的な行為に及ばされた。 というふうに主張しているというような状態になっております。この是非についてはお互いね主張が違うところがありますので今後のね進展を待ちたいかとは思うんですが一応立場としては 相反すするるる立場にになななっってていいいととううよ状態か思われますただこの榊秀吉も一部認めるところは認めているんですが認められない部分もあるようでその辺のところは今後明らかになっていくのではないかなというふうに思っておりますでその中の一人が石川由美さんということなんですが4人ほどそういったね被害を訴えている方がいるんですが今回そのシーコさんと言われる方に当たるようなんですちなみに木さん側からの 主張としましまては C さんから近づいてきてき関係を持ったというような認識でいらっしゃるようなんですが石川由美さんとしてはそういううういいい認識でではななかったというようなことよこらしいですそれに対して石川さんはどのようにお考えになっていたのかということなんですけれどもこれについては石川さんの方がブログに掲載をされておりましてそちらの方私の方を読んできましたのでその内容について私がざっくりまとめてどういうつもりだったのか ということをお話ししたいと思うんですがまずアプローチについてなんですがこれは石川さんの方から SNS などを通じてファーストコンタクトを取って 榊さんに近づいていったというような趣旨の発言を石川さんの方がされておりますのでおそらくこれについては榊さんと認識はそれほどズレはないんじゃないのかなという風に思っておりますおそらくこれを取って榊さんの方は石川さんの方から近づいてきてそういう関係になったという風うな認識でいるんじゃないのかなという風うに思っておりますで肉体関係のお話になるんですけれどもこれについて石川さんの認識としては対等な関係 関係の上で行われたものだというふうに。 今の今まで、つい最近まで思っていたというような趣旨の発言をされております。ただ、最近になって、あの行為は、地位的な優位な立場を利用した性的な暴力だというような認識に変わったというような形になっているようです。で、これについてね。詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、読みたい方がいたら読んでみてください。あの、ちなみに、その地位的な優位な立場を利用して。 成功賞を、まあ、無理強いされたっていう風に言っているんだけれどもあの俺が思うになんですけども俺は断ればよかったんじゃないのって嫌だったら断ればいいだけの話だったんだろうなっていう風には思ってるんですよ。ももしそそそれれでのの役がらららえななかかっったた映画に出れなかったら ということであればその程度の監督だしその程度の役だしその程度の作品なわけですよもしその役柄をするにふさわしいだけの実力を石川さんが持っていてもそれにそのね、体の関係を断った ということを理由に役を下ろされる役にをもらえなかったということであればその程度だっていうふうに思えばいいんじゃないかなとは思うんですよいやそれはね多分その役者をやっている方であればできればね役が欲しい少しでもねいい役が欲しいと思う気持ちはわかるんだけれどもあのそれが必須ではないと俺は思ってるんですよ俺の知ってる役者さんでもあのそんなことをせずにちゃんとステップを踏んで上に登っていった方を知って いるのであのそれが必須事項かのようにに話すこと自体に俺はすごくね違和感を感をじるんでですよで石川さんはまあ誰からかは知らないですけれどもそういうもんだというふうに教えられてきたっていうふうに言っているんだけどもおそらくねその教えを請うた人がねよくなかったんだと思うんですよ。あの俺の知ってる方で、まあ、結構ねしっかりとした方が言っていたんですけれども体使ったところでろくな仕事なんか取れねえよ っってていう,ふうには言ってました長続きしないんですって体使って仕事取ったって結局、まあ、いいように使われておしまいになるだけだから本当にその役者の仕事を今後ね一生の仕事として続けていきたいんだったら絶対体だけは使うなよっていうようなことを自分の知り合いには言ってるっていうふうに聞きましただからねそういう話を俺は聞いているので石川さんがそのどなたかから知らないけれども体を使うことが必須事項だみたいなことを誰かから 教えてもらったっていうふうに言っててそれがさも当然のことのようにその書いていることにすごく違和感があるし俺ははそれは違うううじゃねえかなっていう風に思うわけですよおそらく石川さんの周辺にそういう方たちが集まっているだけであって俺の知っている俳優業をやっている人に関してはそういうことは基本的にはしない人がほとんどだというふうに思っております。でで今回なんん石川さんが急に 正当な立場ででそういうういいい行為に及んでいたという考えを改めてその地位的優位を利用されて性的暴行を受けたんだというような主張をしだしたかということなんですけれどもあのブログの中にもあったんだけれども周りの人から「あの人レイパーっぽいよ」みたいな話をいろいろ耳にするようになったんですって。でそうするとおそらくなんだけど俺の想像でしかないんだけれどもそういうことを耳にして「あいつとやったの失敗だったかな」っていう思い出てきたんじゃねえかなと思って。 The cat sat on the たんですよ。結局ね、関係にはなってみたもののその役者としては大したことにならないしこんなんだったらやんなきゃよかったなっていう思いからその後悔が今こういう形になっているんじゃないかなというふうに私は感じておりますそのね、石川さんはその地位的優位な立場を使って無理やりやられたみたいなことを言っているんだけれどももうちょっと視野をね広く持っていただければそんな人間から離れりゃいいと思う それができないっていうことはやっぱりその当時すごく視野が狭くなってその人から嫌われたらその仕事がなくなったらっていうような考えになってしまっていて断るることととがでできなななななかかっったいいいうよううよ状況になってんんじゃないかなと思うんですね、まあ、おそらくそのブログにも書いてありましたけれども本当にそういった行為を榊さんとしたいと思ってしていたわけではないんですがただ単に役者を続ける上でこうした方がいいだろうと自分で判断をして。 そういうことに至っていたんじゃないかなっていう風には思うんですよそう考えるとそれはあくまでも自分の決断だと思うしそれを決断したのは石川さんなわけで断る自由もあったわけですよでもそれができないほど視野が狭かったというだけの話かと私は思っておりますで、そんな石川さんなんですけれどもなんとですね今回ツイッターの方が復活しております石川さんなんですけれども実はね昨年の11 11月2ラッシュの動きを受けて11月26日を持って Twitter のアカウントを停止させることにしました詳しくはブログに書きました「ラッシュのアクションに心から感謝し連帯します」というふうに言ってつい先日まで <laughs> Twitter のアカウントはまあ凍結されていたんですがこの問題が表面化してきたと同時にこちらの方も復 されているというような状況になっておりますちなみにえっとこれについては私も一回動画にさせていただいたんですがラッシュがその様々な社会的なその悪影響を与えると言われる sns については今後利用しませんというふうに言っていたんですただこれについてはラッシュが利用しないというふうに言っ ていたその sns っていうのがインスタグラムとかなんですよツイッター入ってないんだけれども何を勘違いしたか石川さんはそのラッシュのその動きに連帯してツイッター いやラッシュはインスタグラムやめるって言ってんのになぜかインスタグラムの方に移行しているという非常に謎な動きをされていたのわけですよだってラッシュが世間的に悪影響だと社会的に悪影響な SNS はインスタグラムだというふうに言ってまあ他にもあるんだけども言っている SNS に移動してるわけなんですよこれ連帯の意味全く分からんよって いうような動画を作らせていただいた覚えがございますでまあそれに連帯した石川さんなんですがつい先日 twitter の方を復活させるというような行動に出ているという状態になりますまあ、これについてはもうたくさんの方からあれあなた twitter やめるつもりだったんじゃないんですかってどういうことですかというような質問が多数石川さんに向けて質問が飛んでいる状態なんですけれどもそれに対してのお答えは、まあ 一切なないいとううような状態になっていいるかと思います、まあ、ちなみにこれについて私なりに思うことはあるんですけれどもまず自分のの言っていいるる、ね、る主張したいことがあるのはわかるんですよ石川さんが自分がその性的な暴行を受けた性的暴力を受けたっていうふうに主張したいのはわかるんだけれどもそれ以外の言動があまりにも一致しないおかしい発言をしているまじ、あ、つの合わないことばかり言っているということからするとあなたが 主張したいことも本当かどうか非常に怪しまれる状況になっているんですよということはね認識された方がいいと思うんですよ実際今回の件だって石川さんの言っていることが正当なことで事実であるという可能性は多分にしてあるわけですよただこれまでの石川さんの言動によっていやちょっとあなたの言ってることを信じらんないよねっていう方がやっぱり一定数いるっていうかかなりの数いる状況になってしまっているわけでもし そういいったたことを是正したい自分の主張をちゃんと受け入れてもらいたいっていうことであればまずはねそういった自身のこれまでの発言っていうものも一貫性を持たせる必要が俺はあるんじゃないかなと思ってるんですよ。それをしないからこそ本来主張したいこともたくさんの方に受け入れてもらえずちゃんと話も聞いてもらえていないような状況になってしまっているというような形なんじゃないかなと思ってまつまり自分で自分の首絞めてるっていうことだと思うんですよ。 でそういうことを言う人に対して今度誹謗中傷だヘイトだなんだっていうのは俺は違うと思うのでいやあなたの言ってることちょっとおかしくないですかつ褄合わないんじゃないんですかっていうふうに言っているだけなのでそれについてはしっかりと、まあ、ご自身で精査をしてから発言された方が俺はいいんじゃないのかなと思いますということで今回はですね石川由美さんが Twitter 復活というお話でございますまあねかなりのご 批判がね、えー、石川さんの方に集まっているしまあ質問なども集まっている状況ではありますので今後ねどのような形になるかは分かりませんが今後もね注目していきたいという風に思っております皆さんはこの件どのように思われましたでしょうか何か思うところありましたらぜひコメント欄でコメントしていっていただけると大変嬉しく思いますあとはこの動画がいいなという風うに思っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします以上